はい、こんにちは。今日はね、アンセムをプレイしてきます。待ってました、アンセム。やっと出ましたね。最初にね、これ、ムービー見た時からね、ずっと気になってたんだけどね、もう絶対にこれはプレイしようと思って。で、これちょうどね、VIP 体験版の内容ですね。ハイスピードメカアクション TTS ゲームなんですけど、まあ、こんな感じでもう完全にね、アイアンマンだね、これ。まあ、空中飛び回ってアイアンマンになれるのがめちゃくちゃ面白いです。でこれ出る頃にはね、もう体験版皆さんできると思うんでね、プレイしてる方も多いと思いますが、もうこんな感じですよ。で、ここがね、街だね。なんか SF っぽくないね。なんかもうエルサレムみたいな。でね、結構これダッシュできないんだよ、ここ。めちゃくちゃね、だるいんだけど、なんか製品版だとダッシュできるみたいなんでね、そこはまあ、あまり気にしなくてもいいかもしれません。で、これね、めっちゃかっこいいでしょ。これ今、こういうね、カラーリングにしてます。で、色とかも結構自由に塗れるのがね、いいですね。このスーツ着るシーンもね、たまんないね。で、早速今回は、あの、ボスを倒すようなね、なんか、ミッション、タイラントの行動。まあ、あとね、ここでね、カスタマイズできるんだけど、まあ、パーツが5種類あって、まあ、武器とかモッドとかね、なんか肩から出るミサイルとか色々選べるんでね、ほら、フロストグレネードとか、シーカーグレネードとか。で、各武器にも種類が結構あって、まあ、これがね、思ったより量が多いんでね、3、4種類かなと思ったけど結構多い。しかも同じカテゴリーでも結構雰囲気がね、違うんだよね。3点バーストとかフロートとか。で、武器もね、作れる。なんかね、素材手に入るんだけど、それ使って武器とか作ったりできるんでね。まあ、これもまあ、面白いところだね。まあ、そんな感じです。で、今こんな、なんか適当な感じの武装で。結構体験版だとレベル15までかな。で、なんか、この格好のやつね、トランスフォーマーにいたよね、こんなやつね。なんだっけ、スタースクリームだっけな ?F22 の変形するやつ。めっちゃ似てるなぁと思って。はい、で、早速ね、まあ、ボス討伐するミッションでもやっていきますか。で、マッチングもね、すごい早いんだよね。もう速攻でマッチングするんだよね。嬉しいね。結構こういうゲームってマッチング遅いんだけど、もう速攻マッチングするんでね、いいです。でね、この出撃前のシーンめちゃくちゃかっこいい、これ。ガシャーンって、これね、もうね、もう男だったらみんな好きですよね。このアイアン、もう完全にアイアンマンでしょ、俺。で、顔が縛るみたいな。もうアイアンマンですね、もう。なんかアイアンマンのカラーにしてみようかな。でね、結構きついのはこのバグだね。まあ、無限ロード。ここでね、止まったらね、無限ロードなんで、もう落とすしかないです。さあ、早速、プレイしていきましょう。プロストバイト使ってるの、プロストバイトだっけこれ。あの、BF と同じ。かなりね、マップが綺麗ですね。で、こんな感じで、銃撃って。いろんなね、5種類ぐらいある武装を使って倒していくみたいな感じですね。で、このやっぱね、もうただ撃つだけじゃなくてね、結構あの、盾とか持ってるやつもいて、で、そういうやつはね、上から撃たなきゃいけないんだよね。なんで、こうやって飛んで撃って、みたいなね。で、上から振り下ろす。めっちゃね、これもうなんか、つかね、動き回ってるだけでも面白い。上から叩きつける。こいつ硬えな、なんか。レジェンダリーって書いてるけど、ボスなんだね。お倒した。で、なんかこのね、今ね、この弾をね、なんか持ってかなきゃいけないんだよね。ちなみにね、世界観がよくわかんない。まあ、世界観わかんなくても全然面白いんだけど、なんで俺は今この弾を持って、所定の場所に持ってってるのか全然意味がわかんない。なんか多分製品版だと説明とかあるのかな?さあ、こんな感じでジャンプして、で空中移動して、降りてみたいなね。なんかこれやってるだけでもだいぶ最初のうちは楽しいかな。いや、いいね。このくるってね、回る。これ回避行動なんだけど、これで敵の攻撃回避できるんだけどね。このモーションがね、もうなんかよく見たことあるよね。どっかでね。で、味方がね、やられてんで、ちょっと生き返してあげましょう。マルチプレイね、なんか何回でも生き返せんだよね、こうやって。で修理してあげるみたいな。よっと。なんか修理するとね、かなりライフ回復するから、まあ、死んでね、修理してあげた方が効率いいかもしれない。いやー、めっちゃマップ綺麗。この苔の感じ。なんか、バトルフィールドだよね、この辺ね。まあ、こんななんか世界ないか。かなり綺麗だな。滝の雰囲気とかもいいね。味方が交戦してるんで、助けに行きましょう。
PVE のゲームでこんな面白いのってあんま見たことない。やっぱね、アクション要素がね、高い PVE ゲームはね、すごい好きなんですよね。最初はね、ディビジョンとかもね、やってたんだけど、なんか結構ね、あれ、動きがないから眠くなっちゃって。味方やられてるんで、一回し、あ、やりましょう。おっと、敵が目の前にいるが、バリアを張って、一回す。このバリアもね、サポートギアだっけな。おっと、弾があるんで、弾優先だわ。このエコを届けるって、これがエコなのかな？さあ、エコを取って、雑魚敵を一掃して、あー、なんか飛んできた。危ねえ。よし。このなんか赤いのがね、ライフだね。おっと、狙われてる。この回復行動が楽しい。よし。さあ、残り9個もどこにある？あ、奥にあるね。ちょっとエコーを取るの。最優先で。あの、奥にいる。大きいやつ。ぶっ壊して、おお、激しいね。で、1個取って、戻しに行くと。おっと、まあ、戦闘自体はね、そこまで単調でもないかな。うん、どうだろう。結構やり込んだら、なんか、眠くなるかもしんないけど。ただなんかね、結構敵の攻撃も強いんでね、そこはやっぱ RPG だよね。レベルとか上げて、レベルはないか、理想のレベルとかで上げてね、強くしていかないと歯が立たないのっていう、そういうのはね、腕でどうにもできないところは RPG。で、今ね、なんかミッションの途中でね、ポイントポイントでね、葉っぱ出てくるんだけど、そこから結構アイテムが手に入って、まあ、武器とかね、サポートギアとか、いろいろ取れるね。あと、アンバーっていうのが取れてね、それ使うとなんか武器を作れるみたいな。そんなシステムだね。まだ武器作ったことはないんだけど。うわ、気持ち悪い。ワーカーエリート。おっと。アサルトライフルを打ちかましていく。武器ね、いろいろ結構使ったんだけど、このアサルトライフルと、スナイパーライフルが強い。でね、この水中ほんとひどい。このね、向きたい方向に向けなくてね、もう最初はね、自分がどこ向いてるか分かんなかったね。今これすごいゆっくりがやってんだけど、あのね、マウスをね、振り回すとね、もうすごい回転しちゃうんだよ。かなり水中の操作性は悪いんでね、ちょっとここは改善してほしいかなっていう。あの、これ、そうだね。何回かやってんだけど、最初の頃とかもう俺一回これ、やめようかって思ったぐらい、もうほんとね、操作性がひどかった。あの、自分がどこに向いてるかわかんないんだよね。なんだこれ。紐。卵の供給源を見つける。もうなんか、開いたぞ。トンネルが開いたぞ。さあ、このトンネルを出て、何があるのか。おお、結構広いよ。これはまさか味方が続々と降りてきてますね。はい、いらっしゃい。かっこいい赤と白のカラーリングだ。なんだなんだなんだ。おっと、おお、なんだ、なんかでっかいの出てきた。うわ、何あれ。なんか綺麗なところ絶対弱点だよね。あの、シリンダー。ほら、グレネード投げて。当たらん。あ、味方潰された。ちょっと待って。一撃でやられたぞ、あいつ。ちょっと生き返さないといけないが厳しいね。逃げよう。こっち向かってきてる。スウォームタイラント。さあ、こんな感じでね、ボスが出てきますけど、このボスがね、また強いんだよね。なかなか厳しいですよ。おっと。あー、逃げよう。お、いいね。こういう足の間をくぐり抜けるみたいな。うわ、気持ち悪い。なんだこれ、卵にぶつかった。このスーツもなんか、汚ねえな。あの、ケツみたいなの撃て。スナイパーライフルで。おっと、結構効くね。5800ぐらい入って。なんだ、アサルトライフルだと一発なんか50とかなのに。スナイパーだとこんなダメージ通る。あの、このスナイパーライフルはやっぱボス抜きだね。うわ、マジか。
やられた。おっと、味方が来て、生き返してくれてますね。ありがたい。ありがたし。よし。さあ、狙撃するぞ。うわ、潰されてるな。ちょっと待ってね。いや、こっち向かってきてる。きついな。一発撃って。あ、入んなかったな。先に生き返そう。生き返すときにね、この、なんかコード出して。うわ、来てる来てる来てる。来てる来てる。危ねえ。さあ、グレ投げて。いやー、まあ、ダメージ取らないな。やっぱ後ろから撃たなきゃダメかな。後ろから撃ちます。よし、入った。いいね。ね、ミサイル撃って。うわ、ついてきてる、ついてきてる。やばい。スターも消えないかな？消えないね。もうなんかいっぱいいるな、これ。この辺をちょっと一掃しておこうかな。腕巻いて。アサルトライフルをぶちかましていく。よし。弾もね、そのうちなくなるんで、こういう雑魚敵を倒してね、弾とかライフを回収しつつ、ボスを倒していくって感じだね。なんだコンボマスターって。コンボしてんのか。よし、当てた。あ、逃げてるな。そんな感じですね、ボス戦は。上から振りかぶって、結構入ったんでダメです。あの、この回避ね、使わないときついな。このあの、真ん中クリックに設定されてんだけど、結構ね、このね、回避でね、バックステップとかもできるんでね、すごい使いやすいかな。近接、この後のね、スキッチ結構でかいんで。で、ちょっとこれね、キャラを変えてみました。もうでかいやつ。結構火力がありますね。もうなんかでかいのね、回避できないんだよな。あの、確かに威力強くて硬いらしいんだけど、回避しようと思ったらなんか盾構えんだよね、こいつ。よーし、めっちゃ撃ちまくって。おっと？倒したんじゃない？これ。はい、せっかくなんで生き返してあげましょう。せっかく倒したんでね。ここでミッション終わりなんだけど。倒したということで。任務完了。いや、しかしな、ここに出てくるモンスター気持ち悪いな。でね、よくね、バグってね、そのままアプリ落ちたりするんだよね。で、まあアプリ落ちてもね、あの、物品はちゃんともらえてるんで心配しないでください。で、ちゃんとね、うまくいった時のリザルトがこんな感じで。結構みんなね、カスタマイズしてますね。で、経験値とかアイテムとかもらったりするんですが。まあミッションのね、進め方はこんな感じですね。受けてリザルトもらって武器強化して、みたいな。いやー面白いな、これ。ちょっとね、しばらく体験版あるうちにね、いろいろ動画とか上げていけたらなって思うんで。でね、このジャベリン解放。まあ、さっきちょろちらっとお見せしたんですけど、ジャベリンもね、4種類ぐらいあってね、すごくいいですね。いろんな遊び方ができそうで、楽しみです。あの、細いジャベリン気になってんだよな。なんか連続技が出せるみたい。で、戦利品でね、なんかレアアイテム取ってるね。シールドかな。で、武器とかいろいろ取ってんだけどね。この武器とかもね、壊してなんか、パーツにできるんで、そのパーツまた使って、クラフトとかできるらしいですよ。はい、そんな感じでね、今日は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。